イバックに関して、まあ、打てないというよりかは打ちたいという憧れを持っている方が非常に多いのではないかと思います。でハイバックに関しては、まあ、私は簡単に思うのが背面バックっていうイメージ。背面バックというのは通常皆さんに向かって正面を向いているのが通常の打ち方なので、打ち方はフォアハンド。ハイバックというのは皆さんに向かって背中を向けて同じ引き方を逆再生していただくような形になるだけなので、後ろ向きで同じ打ち方をする。でなおかつ使う面がバックハンド側の面になるので背面バックという形で覚えていただけるのが一番簡単に覚えられるかと思います。でその時にバドミントンのラケットは全て八角形でできていますので、どうしてもバックハンドって呼ばれるとこういうレシーブ同様親指をこの斜めの部分に立てるっていうこういう持ち方でバック打たれる方多くなりますが、ハイバックの場合ここから球を捉えるっていった時にこれ外向いてるの分かりますよね。外を向いてしまっていると球は必ずコートの外側に行ってしまうので、通常の持ち方から親指の位置だけを立て、もしくはここの斜めの部分、ここですね、斜めの部分に移動させるだけになります。ではここの縦の部分に移動させた場合、手首はこういう運動がしやすくなります。ではこれでどこに飛ぶかやっていきましょう。縦のままをそのまま倒す、なのでシャトルはまっすぐに飛ぶようになります。ここからインパクトの際シャトルをクリアなんかもここでパチンとこう弾くっていう運動になりますが、ハイバックで大きく上げる際も球を捉えるまではリラックス、球を打つっていう瞬間に握り込むっていうことによってラケットのヘッドでシャトルを弾く、こちらの運動ができれば球は大きく遠くに飛ぶようになっております。リラックスして一瞬、リラックスして一瞬力を入れる、リラックスして一瞬のインパクト、リラックスから一瞬のインパクトで弾く、握るたらまた逃がす、捉えるときに握って力は逃がす、この運動で球をしっかりと弾くことができるようになります。どうしても飛ばそう飛ばそう、クリアもそうですけど飛ばそう飛ばそうと思えば思うほど最初からギュッと握ってしまう方に関しては、弾く運動ではなく振るっていう運動に変わってしまう分球は飛ばなくなります。そうしますと肩関節、こちらを痛める原因になりますので、できれば手の力をまずは抜く。でバックハンドは全て共通になってくるのが肘から先、こちらの使い方が非常に重要になりますので、球を捉える際にはしっかりと肘を畳む、こちらの運動を意識してください。で最終的に球を捉えるのが上になりますので、畳んだ肘関節が上に上がる、上がったら一気にラケットヘッド側を肘を開くと同時に上に振り上げる、その振り上げる際にラケットのグリップこちらを一瞬握るっていう運動を行うようにしてください。リラックスして握る、肘を畳む、
インパクトで握る、肘を畳む、肘を畳んでインパクトで握る、肘を畳んでインパクトで握る、肘を畳むインパクトで握る。こちらの運動が、大きく球をハイバックで飛ばす際重要になりますので意識をしてみてください。